よし、続きをやっていきましょう。結局、何の目的があるかよくわかんないんだよね、ここで。ここで何をすればいいかわからない。とりあえず下に行ってみよう。長いな。これで何もなかったら、ちょっと。休憩して様子見すっぞ。一体何なのかしら。ここに来てから急に。こんな時に魔物に襲われたら大変だね。そういうこと言ってると本当にやってくんぜ。あ、ユーリ。行き倒れになんなら人の多い町の中にしといてくれ。俺面倒見きれないからな。まだ大丈夫です。これエアルだ。え、エアルって目に見えるの？濃度が上がるとね。そういや前にエステルが言ってたな。濃いエアルは体に悪いって。はい、濃度の高いエアルは時として人体に悪影響を及ぼすです。クオイの森でもぶっ倒れたからな。そんなことが。こりゃ引き返すかな。でも傭兵団がいるかまだ確かめていませんよ。いや、まあそうなんだけど。行きましょう。このブラスティアがドアと連動してるみたいね。どうやって開けるの？ご丁寧にパスワードを入力しなきゃダメみたい。ここでパスワードがいるな。壊しちまった方が早くねえか。無理に解体するのは危険よ。開かなくなるかもしれないし。あ、なんか出てるぞ。ここに何か文字を入れればいいのかしら。文字って言われても。こりゃなんか手がかりがないと開かなそうだな。オッケーオッケー。パスワード入力装置がある。パスワードを入力してください。結構自由に入れる感じだな。パスワードが不正です。あー、オッケーオッケーオッケー。パスワード2っていうのを手に入れてて、なんか空だったかな、それは。じゃあすごい迷路みたいな、どこにどう行けばどこに行けるかわからん街を散策してパスワードを集めると。こっちには行けないんだな。右に行こう。
攻撃が当たんねー。何もなし、何もなし。あれ？え？あれ？行けないじゃん。なんだここ。何のためにこっちに行ったんだ。関係ない。開くって何？あ、宝箱か。剣？関係ないのか。攻撃力がちょっと上がる。つけとこう。宝箱があっただけって感じか。じゃあ上行こう。魔物がスタンバイしとる。まっすぐ移動。スタンバイしすぎやろ。全然当たんない。身長低いからこいつら。みんな TP が全然ないな。シャーベット作る。成功。プリンのレシピを開発？え？すごい。プリン。プリン覚えたんだけど。すごくない？なかなかないぞ、パスワードが。あ、パスワード3。9とだけ書かれている。ラメラレザー強い。カルロにつけてあげるか。終わりか、ここは。ありそう。オレンジグミかい。あ、パスワード1。光とだけ書かれている。オッケーオッケーオッケー。いいぞいいぞいいぞ。いい感じじゃん。違うよね。もうここから出れないよね。ああ、間違えちゃった。やべ、わかんねえぞ。ああ、道がわかんない。最悪。どっちだっけ？いや、ここはもうなんもないんだよね。どうやって行くんだったっけ？パスワード何個いるんだ？光、空、玉。パスワード3個？パスワード何個いるんだっけ？なんか、
急にさ、こういう光、空、球。キュウ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 。これでダメか。え、何桁いんの？そもそもパスワード何個いるんだよ。ひらがなで入れるのかな。光空キュウ。何個いるんだろう。このこれ分いるのかな。 1,2,3,4,5,6,7,8。 光空9。すんげーむずいんだけど。いきなりベスペリア割とサクサク系やったのに、今まで全然違うじゃん。むず。見つけられるかな。全カットだよこれ。皆さん、すいません。もう私には無理だった。もうマップ全部見尽くしたし、どこ行ったって全然パスワード見つからない。見てしまった。あいつの力を頼ってしまいました。攻略サイト。聞いて、もうひどい。これ、なんかね、どれだっけ。パスワードを見つけて、それを入力するのかと思ったら、光、空、球。これから、連想されるものを入れないといけなかったらしい。で、空にあって、光、出してて、球。太陽だ。っていうことらしいですよ。いやー、これはちょっともう完全にたどり着かないよね、私は。だってパスワード何個か見つけて、それ全部入れたら開くって思ってたから。何その音楽。いやー、ビンゴ。難しいよ、これは。すっげー中光ってんな。みんなヘトヘトやん。あのブラスティアの仕業みたいだな。多分この異常も。大丈夫？エフミドやカプアノールの子に似てる。壊れてるのかな。ブラスティアが壊れたらエアル供給の機能は止まるの。こんな風には絶対ならない。もう一体。あ、大丈夫？エステルもう死にそうやん。わからない。あの子何をしてるの。魔物の声ですか。魔物。今休んどけ。ここに医者はいねえぞ。でも結界が破れるぞ。大丈夫。あれは逆結界だから。逆結界。魔物を閉じ込めるための強力な結界よ。簡単には出てこられないわ。でも、何このエアルの量、異常だ。こりゃ、やばいかな。なんか偽装。やばいじゃん。待っててね。今すぐ直してあげるから。ティソンちゃん。あら、悪いな。
こっちにはおとなしく忠告聞くような優しい人間はいねえんだ。なるほど。で、なんだ？クビになったカロル君もいるじゃないか。エアルに酔ってるのか。そっちはかなり濃いようだね。ちょうどいい。そのままおとなしくしていろ。何何？やってくれるならどうぞ。最後まで面倒見ろよ。途中で捨てられると迷惑だ。何？また竜使いか。面白いじゃねえか。マヌ？ほら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 ！やべえ、足震えてら。え、ユーリが？こんな魔物は初めてです。やだ。絶望じゃん。結局ペットの面倒みんなは保護者に回ってくるのな。オフ、いける？え、なんで一人なの？なんで一人なの？マジで。え、なんで一人なの？もう。死ぬんだけど。あ、ラピードが来た。一人ずつ戦うの？あれ、ね、ちょスペクタクルズしようかな。気持ちだけでもちょっと。はい。三万四千。弱点は火と風。オッケー。ドラミングしてる。あ、ありがとう。あ、だんだん増えていく感じ。Thank you。助かるよ。やっぱヒーラーがいないとな。オッケー、オッケー。やべ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 。いいよ。よし、頼む。カロロ先生はちょっと足震えちゃってるから。オーバーリミッツ。いいよ。いた。火が弱点っぽいから。火が弱点です、ビタさん。あ、違う違う。ファイヤーボールだけをやってもらいたい。おし。ファイヤーボール相当入っとったよ、攻撃が。オッケー。エステルは自分でオレンジ軍をやってもらって。
あ、いけるね。これはいけるわ。もう、リタちゃん。違うでしょ。ファイアーボールでしょ。おぼれ三つ返し。押さないといけなかったのか今もしかして。いや、どんなだろう。カロル先生がいないね。全身に力がみなぎるぜ。しゃあ。って言ったんだけど、お家とかあんの？助かりました。カロルは？全ての魔物はな、俺様に殴られるために生まれてきたんじゃ。生まれてきたんじゃ。師匠、危険です。屋上の獲物を前に命が惜しくて逃げ出せるか。大丈夫か？そんなことある？カロル いねえな。大丈夫かな？カロルがいないままですが、ここら辺で終わろうと思います。さよなら。